はい、はい、じゃあお願いします。どうしますか。今日は短くします。どれぐらい？がっつり、もうなんかここで短いじゃないですか、ケイちゃん。はいはいはい。なんかそこに合わせてノブさんにお任せで、うん、どんな感じだったら短くできるのかわかんないんですけど、まあ結構、まあレイヤーがまあ自然に入ってる状態なんで、まあここをまあちょっと調節しながら、うん、まあ行ってもまあこの辺から顎、うん、顎ぐらいで後ろギュッと締めて、締めたい、うん、締めよう締めたいで、色はオレンジっぽくしたくて。おお、新しい。そう、なんか初めてかな多分。うん、なんかそんなバーンって感じのオレンジじゃなくて、はいはい、これよりもちょっと暗め、はいはいはい、これ多分この人肌白いから。そうだね。そう、ちょっと違う感じになるかなと思って、うん、まあ薄めのオレンジみたいな。そうですね。これ根元どうする、開ける？根元ブリーチしなくていいか、多分あれですよね、うん、このぐらいはしてないですよね、うん、ただまあかっこいいのはまあ全部ブリーチしてしまってオレンジもかっこいいし、うん、逆にこうやって黒いところ、うん、残して入れるのもオレンジの場合だったらかっこいいかも。それしたい、うん、じゃあそうします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします今日はあのイノアのね、はい、あのオレンジをちょっとしたっていう風に、はい、結構薄めに出るんだよこれぐらいの毛だ。はい、では早速やっていきましょう。イエイ。じゃあ早速ね、カットからやっていきましょう。まあ、アゴラインということで、こちらね、サイド、がっつりいかせていただきます。おー、いいね。とはいえ、ずっと切ってるもんね。確かに。でも、久々かな、そんながっつり。あ、切る。うん、後ろまで。じゃあ、ここ行きます。足違う。よいしょ、よいしょ。今日は送り届けできた。送り届けでした。超だし。超だし。だって保育園30分かかるから。あ、行くまでに。そう、車で。マジで？仕込んでたらアウトと思って、ちょっと早くです。みんな働いてて、すごいな。パワー。パワーがやっぱ。すごいよ。いやでも電池切れる普通に急に何もしないで、うん、多分本当夕方4時ぐらい起きるけど朝は、うん、もう感じで行きましょう。では、カラーします、はい、オレンジお願いします。はい、イノアのこちらとこちらを作っていきたいと思います。じゃあ、今から根元を外して塗っていってもらうんで、はい、お願いします、はい、ドクタースランプやっぱ言われた。はい、ではカラーリングも完成して、オレンジをねちょっと薄くイノアで入れてみて、カットはこのアゴラインでもうパチコリンと言っております。どうでしょうか大丈夫？ありがとうございます。よし、はい、いつもねお客さんとしても来られてるし、モデルもねよくしてもらうんで、はい、今回オレンジに染めたということで、はい、はい、終わります。終わります。ありがとうありがとうございます